リーグ戦2連覇を目指すモスグリーンのジャージ大東文化大学対オレンジのジャージ法政大学の一戦。2点をリードされた法政は前半16分、左へ展開。奈良のパスを受けた根塚光雅がディフェンスの隙をついて抜け出すと、そのまま逆転のトライが生まれます。コンバージョンも決まって12対7。一方の大東文化は前半19分、南からサポートしていた10番大谷に渡って同点のトライ。コンバージョンも決まって14対12逆転。南が少しスクラムから離れたところでボールもらって、その後は彼のこのステップワーク素晴らしいですね、うん、21対12となって迎えた32分、9点を追う法政はオグアンテ、ディフェンスのギャップをついて中央にトライです。コンバージョンも決まって21対19。その後大東文化も7点を加え28対19、大東文化リードして前半を折り返します。9点を追う法政は後半6分、ラインアウトからボールを作ります。最後抑えたのが7番の山下。28対24、4点差に迫る法政。しかし1トライを追加した大東文化17分です。ラックからスクラムハーフ南持ち出してトライを奪うなど、結局後半も4トライを挙げた大東文化が54対36で法政を下し5連勝としています。